学校の給食が突然出てこなくなる、そんな事態が全国各地で一斉に起こった。今回取り上げるのは今年の9月に起こった出来事。全国各地の学校に給食を提供するホーユーという会社から、明日から給食を作れなくなったと突然連絡が入り、学校で給食が出ない事態が起こった。給食が出なかったのは静岡県の沼津工業高校や広島県の由岐高等学校など全体で22の都府県の学校に影響があったという。給食が出なかった学校では慌ててお弁当を買ったり、学校に置かれていた防災食を食べるなどしてその場をしのいだという。給食会社のホーユーが給食を作れなくなった理由は、コロナの影響で売り上げが減少していたところに食材や光熱費などの値上がりが重なり、ホーユーが破産する事態になったため、ホーユーの社長は、値上げの申請をしても行政や学校はすんなり同意しない、ビジネスモデル自体がもう合わないとコメント。各地の学校は現在他の給食業者に切り替えるといった対応を進めている。アトム法律事務所。